伝説巨人イデオンの初期デザインがひどすぎる。に対する皆さんの反応。ハゲも頭を悩ませたひどい初期デザイン。扁平足って言うと大激怒しそうなデザイン。なのでほぼ原型残らないほど修正する。元のはソメイ人版ですら試乗しちゃうよねっていう感じの安心デザイン。リファイン版はちょっと乗りたくないなって。長谷川アレンジはちょっと不気味でよろしい。無限力が相手でも青島は容赦しない。イデオクロッサスかっけーな白目。イデファイター。イデタンク。イデオンソード、物理。小さいけどでかい。君、ガンダムの世界じゃ、恐怖、とか言われてるらしいな。ビグザムパシらされてそう。当時に何枚か描かれたこのタッチのイデオン大好き。こんなクロームメッキっぽいシルバーは本来のイメージではないんだろうけど。イデオン 500m くらいありそうだけどかっこいい。明らかに文明滅ぼした側。本当に見るたびにひどいデザインだと思うけど、それがあの説得力につながってるんだから、これしかないデザインだよな。他にもいろんな動画をアップしています。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。